今日もよろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日も、モンスターファームバトルカードをやっていきたいと思います。では、起動ですね、していきます。ということで、前回教えてもらったように、バトルカードセンターの方に行きたいと思います。みやさん。じゃあ、バトルを申し込んでみますね、と。何か言おうか。モンスターカードが余ってたら勝負していただけませんか？こちらからはフリーズカラーを出しますから。いい条件だと思うが、メンバーと練習する約束なんでね。他は当たってくれよ。あ、はい。まあ、そうなのに。メンバーの人が来るまで一試合くらいしてくれてもいいと思いません？あははははは。姉ちゃんたちすげえちゃうなぁ。ミスパグさんにバトルを申し込むなんてさぁ。どういう意味？ミスパグさんは、バトルカードブレイザーズっていう、有名なグループのリーダーで、すごく強いんだぜ。BCB っていうグループは、強くなりたい人が集まってるグループで、強い人同士でしか戦わないんだ。弱い奴と戦うと、下手になるからってさ。下手だって思われてるんじゃない？あら、辛いね。そうだよね、弱い人と戦ってるね。やつより、かっこいいと思います。よし。あのさ、よかったら僕と戦わない？僕の名前はダニエル。あの人でモンスターカードもあるよ。実は、限定カードが欲しいんだ。それって限定カードだからね。お願いするよーって。負けてもクリティカル使えるからいいよって言ってくれてます。じゃあ、バトル開始。やっていきましょう。さあ、じゃあやっていきます。さあ、ここですね。あいつ持ってるカード強そうなんだよな。さあ、何を、バッチにしていくか。そうだね、この辺をガッツにしていきましょう。ああ、相手ゴーレムとかね。なんだっけ、あの子。なんだっけ、あれ、ワームか。とかは、割と、一撃でね、こっちの体力を持っていってくるから、ちょっと怖いですね。さあ、よし。この辺は残して。まあ、とりあえず回避できるようにしておきましょう。さあ、リフレッシュ。手札を全部捨てて、カードをドロー。オッケー。よし。さあ、一気にカードをね、捨ててきますね。耐えて耐えてでもいいんですけどね、これ。どうしようかな。会えるゲームしようか。さあ、じゃあこの辺をやって、回避カードは基本的に残していきましょう。さあ、空中アタックということで。いやー、半分のダメージは絶対与えてくるんだ。バック転でとりあえず回避するけど。4点ダメージは来るんだね。俺強いなぁ。さあ、ワームの、回転アタック。回転アタックじゃないね。あ、回転アタックだ。よかった。さあ、3枚ガッツにしました。こっちもなんか強いカード来てくれたらなぁ、いいんだけど。まあ、ちょっとそんなことはないので、来撃で削りますか。どっちがいいだろう？ワームと。とりあえず、ゴーレム削っていきましょうか。よし。製造からやるべきだったかな？まあ、か。まあまあまあ、今回はとりあえず、これで。割と分が悪いかもしれない。あ、手札5枚。さあ、アタックチャンスですよ。
ックちゃん。アタックちゃんだけど攻撃するのがこれしかない。うん。どっちに出よう。ベース倒しとこう。製造倒しとかないと、こいつ製造はね、結構ね、こっちのガッツを削るような攻撃をしてくるので、めんどくさいっちゃめんどくさいですね。まあでも、一撃必殺が持ってるのは、製造じゃないから、先に鉄を倒すべきだったかな。まあいいでしょ。これでいよいよ、ガッツにします。よし。一撃が怖いので、とりあえずね、基本的に回復技は残して、やっていきましょう。うん。相手どんどんガッツにしますね。これカード、足りないんじゃないかな、相手。大丈夫かな？うん。さあさあ、うん。あ、どうしよう、これ。次のターンの回避を使うためにも、だ。こっちも一体やられるかもしんないけど、ここは清掃倒しとこう。うん。雷。どうだ。二人の雷で。さあ、ダウンですね。清掃 PO です。うん。よし。どうしよう。こうなると、いろんなものが役に立たないんだよね。ガッツ、そうだね。でも、持ってても、ガッツなかったら、ディフェンス使えないから、この辺のプライド一回として、まあ、犬だけ守ろうか。うん。さあ、バックドロップ。さあ、よかった、よかった。ここでね、回避できるようにしといてよかったですね。うん。さあ、このバックドロップは、バック転で回避。バックにはバックでね。うん。回避していきます。ちょっと何言ってるか分かんなかったけど。うん。さあ、ドローしていきます。よいしょ。さあ、手数もう一度引けたのは嬉しいですね。ただ、ライガーの回避がなくなったので、次にライガーが攻撃されると、ダウンしちゃいますと。うん。まあ、仕方ないね。うん。さあ、バックトロップ。さあ、ナーガー行きました。優しい。ナーガー、じゃあカウンター打ちましょうか。よし。さあ、バックトロップ。よし。半分のダメージを受けて、もう半分はカウンターで相手に返します。うん。いて、うん。よし。スロー。うん。これは回避できないですね。マナが足りないですね。うん。まあでも、一撃でダウンするような攻撃ではないので、おとなしく食らっておきましょう。うん。まあ、ここでね、ライバーを狙ってこなかったのは、NPC の優しさですね。うん。よし。どうしましょうか。まあ、どうせマナがないと何もできないので。まあ、どうだろう。これ残そうか。ミノタ何引くかわかんないので。これ引いたらワンチャンということで。起こします。うん。さあ、相手はこう、次に2枚ドロー。まあ、相手手札じゃないや。山札9枚なので、多分ね、これ回避で勝ちだと思う。うん。回避で勝ちだけど、一応潰しに行きましょうか。ピンカッター。うん。シュルルル。うん。ゴーレムがトーンをかばうと。トーンをかばうってどうなんだって。ダメージ全部食らうのかな？あ、守って全部自分が食らっちゃうじゃん。
じゃあ、ゴーレム普通にやられるじゃん。ありがとう。じゃあ問題ないね。普通に、ワンカス倒れなかっただけで。実質変わらず。うん。さあさあ。よし。相手の山札は残り6枚。うん。さあ、この場面でも、攻撃してきますね。うん。さあ、フセルで回避します。うん。かっこいいね、これ。うん。押し出しで、伏せる。うん。ダイビングで避けました。うん。ただ半分のダメージは食らうと。うん。まあね。まあ、ガッツは ?3 枚。え、そんなしていいの?頼んだらなくなるよ、ほんとに。僕のこのターンは、どうしようかな。さあ、もし山札なくなって勝ちだと思うんで、次カードだけ残して終わりにしまーす。うん。まあ、ガッツステップ。1枚ガッツにしました。うん。よし。さあ、この2つをガッツにして、どうぞ。さあ、ガッツステップ1枚。そうだよね。1枚しか出てないもんね。よし。でも、こっちも、そのまま。よし。で、1枚ドローして、相手山札は0枚。ガッツに1枚して、はい。ゲーム終了。よし。で、ドローして、山札がなくなったので、僕の勝ちです、と。うん。耐え切って勝ちになりました。うん。こんな勝ち方もあるんですね。よし。ということで。ダニエルに勝つことができました。僕はカリーランっていうグループに入っていて、弱い方じゃないんだけどなぁ。あ、それから、これは、独特のカードの製造ですね。ありがとう。うん。バトルをしたくなったら、またここに来なよ。いつもは困ってやってるからさ。オッケー。じゃあまた友達紹介してね。じゃあねー。よし。はい、ということで、今回手に入れたカードは、製造です。うん。製造。うん。相手のターン一回飛ばすとかあるんだね。うんうん。よし。ということで、今回はこんな感じかな。よし。はい。今回も1試合したので、終わっていきます。どうだろう?でも、1試合ずつだと、なかなか進まないから、なんか、なんとなくこういう感じでバトルしてるんだよっていうのは分かってもらえたと思うから、次回からか、まあどうだろうね。この先どっかのタイミングで、もしかしたら、試合は結構ダイジェストにしながら、まあ、ガンガンストーリー進めていけるようにするかもしんないし、まあこのスタイルでゆったりやっていこっかってするかもしんないし、まあその辺はちょっと決めかねてますね。まあ、ご意見があれば、ツイッターでもコメントでも、何でも送ってください。まあ、もう最悪、そんなのいいから別のゲームしてとか、もうこっちのゲームしてとかでもいいけどね。何でも感想とか送ってください。じゃあ、お疲れ様でした。またね。バイバーイ。